当たった。え、1等の組違い当たったじゃん。はい、どうもー、はい、水溜りボンドです。お願いします。ね、毎日頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、何ですか今日は。もう年末じゃないですか。年末だね。もう12月で、うん、で、宝くじ買ったことある？あるよ。当たった？ね、今年の夏ぐらいに外れた企画であれな。で、それでね、宝くじやったじゃないですか。はいはいはい。で、年末ジャンボがあると。もうね、10億円とかのやつあるよね。そうそう、それで、うん、なんか聞いたことあるのが、うん、宝くじって、まあ、当たる確率がめちゃくちゃ低いと。いや、まあそうだよね。そんなんだってバンバン出たらね。アメリカとかのカジノあるじゃん、うん、でも、超悪いカジノの方が当たるんだって、うん、いやね、言うよね。競馬とかパチンコの方が全然当たる確率が高いっていうね。そうなんだよ。だから、まあ、夢を買ってるわけよね。夢を買ってるし、なんかイメージがクリーン。そうそうそう。公園とか建ててますみたいな。わかんないけどね。あと聞いたことあるのは、宝くじって連番で買ったら、あの前後賞ってあるじゃん、うん、が2個しか生まれないの、うん、だから、ね、縦に買うと、バラで買うと、うん、前後賞の当たる確率が全部あるから。そうだね、ちょっと可能性が広がっていくらしい。で、まあそんなのでも当たらないんですけど、ね、まあ、当たんない、当たんない。あれだって当たりねえもん。当たりないらしいんだよ。当たり一個もねえからね。サイトがあるんですよ、ウェブ宝くじシミュレーター、はいはい、見てください、これ、うん、いろいろとあんのよ。グリーンジャンボ宝くじ全部あんじゃん。じゃあだから年末ジャンボだな、うん、それだね、やるべきだ、うん、見て見て、購入枚数がどんどんね、うん、当たってってんの、これ。みんなが買ってるってこと？自分が今買ってたとして、どんぐらいの確率で当たるか。なるほどなるほど。ああ、どんどん出て、おー、すごいすごい。これ面白いでしょ。すごいな、これ20万かけて、当選額が5万5000とかよ。見てみ、4000枚買ってんだよ。4000枚買ってんのにさ、3000円がさ、40枚しか。あ、1回当たった。やっと4等出たわ。5万。5万でな、5000枚買ってやった5万円。5万円か当てるために今だってもう40何万費やしてんだよ。いいんだ。夢ないな、でも。あ、お、当たった。え、1等の組違い当たったじゃん。これランダムで当たってんのかな、本当に。でも10万だよ、それ。嬉しかったね。なあ、当たった人もさ、うん、交換しに来ない人いるらしいよ。いるね。当たるわけないって思いながら買ってるわけでしょ。チャンスのね、中に入れちゃったりね、するわけでしょ。これよ、こうやって死のやっと見れる。あとだから、その気づかないっていうのと、いや、その前なんかあったのは、うん、買って当たってみんなの前でその件焼く。マジ意味わかんないよね。目大丈夫？なんか俺らがね、みんなの夢壊したよ。もう壊したよね、絶対。みんな競馬の方がいいよ。いやでも、はい、ということで今日はね、宝くじシミュレーターっていうのを見てみました。ただ、当たる金額で言ったらとんでもないって。いや、そういうことよ。これ、今さ、下から買い始めてこう買い付けていってるのがあれだけど、もしかしたら1枚目で当たる金額、1枚目で持って10億円当たる可能性あるっていうことでね。夢ですよ、俺らの好きなの。買う夢。いや、俺買わない。買わないでしょ。あんだけ言っといて買うのね、おかしい。はい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。また明日。ありがとうございました。動画なのに、うん、音が高くなってきてる。その次の続きみたいになってるな。そう、うん、でしょ